よく自分を選んだ。100人相手100人もいないからね。わお。うん、私我慢するけどハウスないわよ。あったら行くんかい。年々調教進んでるな。戦う前の選手たちの顔は凛としていいですね。私の母には遠く及びませんが、華麗なる勝利へ向けて健闘を祈ります。S 組コーマンチキの花追ってやるでごわす。やはりみんながまとまって S 組に突撃していったね。私たちは落ち着いて、あれ？ S 組を優勝させるわけにはいかん。かといって他対1もこのまんであるならば、戦闘で突っ込み1対1でお前を倒す伏川心。にゃほっ、コーナタに突っ込んでくるなど愚の骨頂。何？腕を取ったぞ。関節もらったのじゃ。このおとなしく決められんか。なんのやられてたまるか。地面でもつれてる二人を外まで転がすでごわす。あ、これはまずいぞ。手を離せ伏川。にゃ、仕方ない、ここは急戦かの。そうするのが一瞬遅かったね。排除外。あ、しまった。両選手もつれ合ってる隙に数の暴力で場外へ転がされてしまいました。クリス対伏川は引き分けってところだな。面白い展開だけど、これ都大変だな。天下五級、お相手よろしくて。お断りして逃げにてします。他へどうぞ。交代はできなくなってるよ。横に逃げるのみ。うまく間合いを取ってるけど、これならどう？そい！なっ！これまたラインアウトで場外です。椎名様は失格。はあ、疲れる一撃だった。残りも倒さないと。風圧で吹き飛ばすとはさすがですな。単純な戦法だけに柔軟で強靭、張りゃ手強い。お、なんだ、弁慶に恐れをなしてるのか、ツバメ。できれば戦いたくはないタイプだよ。優等生の義経ちゃんの方がよっぽどやりやすいかも。私は弁慶と戦いたいぞ。寝技でツバメともだけど。恐竜とアリという例えがぴったりくる戦いですね。それは違うゾイル。どんな例えじゃ。失礼しました、総代。何がいけなかったのでしょう。セクシーな弁慶を恐竜呼ばわりはなとらん。このジジイはしょうもないな。こちらで最後かな。そう、私を投げ飛ばせる奴がいるなんて無駄だ。決着。英雄の名に恥じぬ無双ぶりでした、武蔵坊弁慶。組み合わせの相性とかいろいろ考えることあったんじゃない？もちろん一任してる以上別に文句は言わないけど。それ言ってるのと同じだろ。ごめんな、俺の幼馴染が想像の中でスパンキングしてヒーヒー泣かせるから。
俺の幼なじみとか言うな。ゾッとするっての。軍師に指名されるのは武将の誉れ。頑張るわ。ヤマト、お前の希望を確かな形に変えてこよう。お？よくわからんが、確かに預かった。では出陣。ご主人様、あえてあの二人にした理由は何ですか？実力は確かだけど、戦略的に立ち回れるかな。1位のみを狙いに行くなら、確かに納得できる布陣。ヤマトにしては珍しい万馬券狙いだね。ロマンはあるわな。爆発しなかったら悲惨だけど。俺は好きだぜそういうの。人生とはこれ、博打なり。ぶっとくかけたら、あとはそれが実るよう応援するだけだ。スポーツマンシップを忘れずに。試合開始。前に出ている伏川に引っ掛けるわ。てりゃー、なんの一番槍は自分がもらい受ける。本当にまとめてかかってくるとはうぞうむぞうめ。だがこなたの高貴な力ならそれすら押し返す。来い、川上流バイカ流星客。あ、なんかそれかっこいいな。ライジングクリスストライク。無理だったにょー。言霊が効きすぎたか。冷静な判断力を失っている。ま、力加減のいい参考になるか。次は弁慶でごわす。仕留めるでごわす。弁慶のクローンとて恐れるな。皆で仕掛ければ。ふぅ、やれやれ。川上水のためとはいえ、めんどくさいなっと。なんだ今の強力は。これが武蔵坊弁慶。集団の先頭にいた二人がかわして残るとは、やるね。あ、危なかったけど、よく見ればかわせるわ。よし、仕掛けてみる。犬、フォロー頼むぞ。いくら強い打撃でも当たらなければ。弁慶に何発か拳が入っているが、あれはどう見るで候。ダメだな。一撃でも食らうまいとする栗の攻撃はどこか制裁を欠いている。あれじゃあもともとタフそうな相手だから、拳打ち込めても攻撃は効いてないね。そい、捕まえた。海へどうぞ。しまった、ガードしてもダメなのか。ワンダフルキャッチ。おー、いいぞ、リングアウトを防いだぜ。ワンコまで一緒に飛んでいくんじゃとヒヤヒヤしたぜ。フォローってそういう意味か。逆側に投げればよかった。どうだったかしら、クリ、拳を合わせてみて。対策とか。レイピアを持っていれば一点突破を狙えるが、素手同士だと厳しいな。どうするべきか。ち
ちょっと、もう少し具体的な分析しなさいよ。仕方ないだろ。これが素直な感想なんだ。おっと、そうだったわ。そういえば、ヤマトから紙をもらっていたな。どれ？父様を愚弄するか！おのれ！何やら、クリスの方の闘気が増したような。やれやれ。おい！弁慶来てるぞ！交代できないから気をつけろ！犬、作戦を聞いてくれ。よかよ。どうだ？わかった！言うからにはやってみせなさいよ！お前もな！行くぞ、弁慶！決着をつける！今度はあの子がいる方角には投げてあげないよ。投げられません。さっきと同じようにいかないぞ。ずいぶん気合い入っているじゃないか。だけどつかません。戦力差を埋めたのはクリの怒りかな。後ろがない背水の陣の状態も爆発力を高めてるで候。それでもあれじゃいつか弁慶につかまれるね。弁慶、川上勝子が後ろから来ておるぞ。後ろから攻撃を食らっても少しなら耐えられる。つかまなくてもこれで。うりゃあ！おっと。まともにもらいすぎたかな。チャンスは相手がよろめいてる今しかないわ。よっ。これは相撲などでよくある同時にリングアウト。カメラ判定ならぬ川上判定を行います。川上判定？お前はよくも父様を愚弄したな。謝罪しないと。お前であろうとも。ええ、わしたちで話し合った結果、満場一致で同時にリングアウトという意見になったので、 F クラスと S クラスの同着1位とするぞい。よっしゃー、1位は1位。よくやった、2人とも。まさか1位いけるなんて。さすがナオッチ。おめえは采配批判してただろうが。同着1位か。それもまあいいかな。2人がかりでも勝てなかったわ。 S クラスも元は2人さ。弁慶もどうせなら相手を仕留めてほしかったな。カカラは罰ゲームで船虫ドアップの刑だね。ゲー、やめー。虫のアップって本当グロいのじゃ。後ろからの体当たりを成功させるためにクリスはタイミングを見てあえて私の攻撃を受けたと。どんな達人でも技を出した瞬間って無防備だもんね。まあじいちゃんたちの域まで行くとその隙なんて秒以下の世界だろうけど。気合い入ってるね。義経も認めているわけだ。よし、じゃあくず餅パフェで手を打とう。本当か。じゃあ許してやるぞ。
チー、お疲れ様だな。嬉しいぞ。まあね、あとは思う存分ゴロゴロしてるよ。俺とかは誰にも勝てる自信がないからな。どうせなら誰も勝てそうにない相手に当ててくれ。それで一仕事したことになる。僕もそれがいいな。気楽に泳げるし。次はなんと予定表にない2年シークレット競技です。シークレット競技？わしが突如ひらめいたナイスな競技じゃ。なんかこれ猛烈に嫌な予感消しね。どちらかというと頭が物を言う競技じゃな。各クラス代表者を1名選出せい。まあ頭が物を言うってあったから、ここは軍師のヤマトに頑張ってもらおうぜ。やあ坊主、俺が相手だ。倒しちゃうぜ。これ、得体の知れない競技にトーマを出して怪我をさせられないもんね。ファイトファイト、ナオッチ、お前ならできる。よくわからねえがきっとそうだ。信じること、それは英語でオリーブ。ではまず代表選手は段ボールの箱をかぶる。そしてこれから全クラス死後禁止じゃ。死後したクラスは修学旅行の行き先タクラマカン砂漠。それ逆にキャップは逆に砂漠を喜ぶタイプ。口塞いとくぜ。キャップを拘束するガクト、いいね。その状態で各クラスから一人ずつ教師に肩を叩かれた者はその箱の前に行く。するとほーれー、中からは生足だけが見えるじゃろ。箱の中の人間はその足を見て誰か当てるクイズじゃ。頭を使わないだろう、あれただの足ソムリエ選手権だろう。つーか、ヤマト勝ち組じゃねえか。許さねえ。ブッブー、ニーフ不正解。正解はクリスじゃ。まあこりゃわからんわな。髪の毛の判別なら楽勝なんだけどね。てめえハゲ、何あたいの足見間違えてんだよ。同年代や豊島の足なんて大根にしか届きやす。ファイナルアンサー、ニーエフ正解。その通りじゃ。よくわかったな、ヤマト。そうかそうか。てめえハゲ、何あたいの足見間違えてんだよ。同年代や豊島の足なんて大根にしか届きやす。罰としてヒークを買ってこい。カフェイン抜いとけ。1年の優勝は S クラスに決まりじゃ。みんなで勝ち取った勝利であるな。我は嬉しい。武蔵小杉、武蔵小杉が頑張らせていただきました。
2年の優勝はギリギリ F クラスで決まり。イエーイ、 S をひょいっと追い抜けたわ。お疲れ様だね。よかったよかった。S が最後の最後で式ダウンしてるのも幸運だったね。なんかこなたたち疲れたな。ごろん、だるさの極み。言霊が効きすぎた分早く溶けてしまったか。3年の優勝も S クラス、やはり S は強いな。やった。まあこちらは勝ったし、よしとするか。やっぱり京極くんのクールな絵に素敵。おい、あの顔に騙されるな。あいつは人間を観察対象ぐらいにしか見てないクールなやつだぞ。そんなことは分かっているで、ソーロー。そういう冷酷なところがいいっていうか、あの声で言霊をかけてもらいたかったり。残念だったが楽しく競えたな。面白かった。主が出た競技は全部勝ってるしね。上出来上出来。やっぱり英雄としてクラスを勝利に導きたかった。うん、よくわかるな弁慶。そりゃね。よしよし、今夜は飲もう。川上水大吟醸で。では最後に全員で島まで遠泳を行い、祭りの締めとするぞ。パスパス、めんどくさいし、もう疲れた。ちなみにこれに参加せんやつは景品もなしじゃぞ。なんてことだなんてことだ。